皆さん、こんばんは。ゴ、えー、夜連続セミナーの最終夜を飾る、う広木隆のお番に、えー、なりました。えー、これまでゴ、えー、夜連続で、えー、まあ、土日が冷めましたけれどもね。 あの、ご覧になっていただきまして、えー、ありがとうございます。えー、思わず、広木隆のマンデーナイトライブの時間ですと言いそうになりましたけれども、いつも月曜日の夜はマンデーナイトライブというのをやってますけれども、今日はそれに変わりましてですね、今夜連続セミナーの最終日、取りを務めさせていただきます。あの、実はこの間の土曜日に、マネックスのお客 草さま感謝デーというのをやりまして、で、その直後、週明けなのでね、ちょっとセミナーも被るし、どうしようっていう話をしたんだけれども、やっぱりまあ、こちらはちょっと1時間ということもあって、まあ、内容もそんなには重ならないだろうということで、あの、このタイミングで、あの、今日僕の番ということになったわけですけど、さあ、さりながら、 土曜日お客様感謝で、あの、多分今日ご覧の皆様の中の多くの方が、ああ、感謝ででもご参加いただいたんじゃないかと思うんですね。で、その時にですね、僕のパートで、あのー、皆さんのコメントは、もう固くクな,なまでに、個別名から喋んないよね、みたいな話で、まあ、それは無理ないわけです。だって30分だったから、で今日はその場合あるので、 こちらの、その、5夜連続セミナーの方でね、個別銘柄を、あの、お話ししようと思ってたので、まあ、向こうはちょっと30分だったので、あの、相場感で終わってしまったっていうのがあるんですね。まあ、その時に言えばよかったかなと思ってね、今日のこの連続セミナーの最終夜で、あの、個別銘柄には、言及させていただきますよってことなので、まあ、だからこの後半では個別銘柄の話をさせていただきますっていうのが、まず最初に、 申し上げたいことが一つ。それと、あの、この間の感謝デーでね、話した時に、日本株の話をもっとしてくれるっていう声がすごくあって、なんでかっていうと、30分の持ち時間のうちの大半が、まあおそらく25分ぐらい、全部アメリカのインフレの話だったっていう。日本株の話どうしたっていうのが一つあって、まあただそれはちょっとここからご説明するように、 今の日本株の、あれ、その短期的な、まあ、ビューというか、上がるとか下がるっていうことを話すには、それが一番重要だと思ったから、その話をずっとしたわけですね。で、ここをご理解いただきたいんだけども、あのー、あれ、どっかでね、僕書いたと思うんですよね。なんかのレポートで書いたと思うんだけど、あのー、 12年前にね、マネックスに来て、2010年に僕マネックスに来たんですよね。入社して。まああの、チーフストラテジスト。まあ2代目ですけどね、初代チーフストラテジスト、まことっていう人が初代チーフストラテジストで、僕と同期行って、 昭和38年生まれ。まあ、松本大輝とも同じ。僕ら3人昭和38年生まれなんだけども。まあ、その羽賀誠さんのことは、昔の新潮流でね、書いたんで、過去の、あの、バックナンバーで読んでいただければいいんだけど、彼の、まあ、2代目をの後を継ぐということで、就任したのは2010年だったんですけど、 その12年前に最初のストラテジーレポートを書いたときに書いたのはアメリカの金利の話ばっかりなんですよ。で、そのとき書いたのは、あの、米国債券アナリストの優秀な人間は日本株のストラテジストになれるっていう、そういうことを書いたぐらいに、日本株の上昇要因を語るにはアメリカの金利が重要だっていう話をした。まあ、それはもう今もまだずっと生きていて、 未だに日本株にとって重要なファクターっていうのはアメリカの金利であり、そして今のアメリカの金利を動かすにはインフレの動向だと。だから僕はその足元の日本株の状況を語るにはアメリカのインフレの話ばっかりしたっていう、まあそういうような、ね、ことがあるわけですけども。 ま、あその辺のところのご事情、あの、事情も組んでくれればなと思いますが。ま、あそれはいいんだけど、あとあったね、コメントではね。あのー、まあ、他の方々の話は素晴らしいんですね。まあ、大月さんにしろ、岡本さんにしろは、まあ、素晴らしいんだけど、それに比べて僕の話は軽いとかね。なんかね、当たらぬもはっけ、みたいなね。そんなような話だった、みたいなコメントがあって、いやー、 これほど理論的な話したつもりはないんだけども、なんか当たらぬも発見みたいな、要は出たとこ勝負の爆打みたいな話だみたいなことが書かれていて、これはすごい侵害なんで、まあわかりましたと。じゃあ仮にそうだとしたら、じゃ今日はもうたっぷり理論的な話をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします <laughs> ということなんですけど、その最初の話ね、つまり相場を語るには、 短い話もあれば長い話もあるわけですで。例えば長い話っていうとこんな話があって、それこそ70年代から過去50年間の相場をこう俯瞰してみたらどうかって、これ僕がよく使うチャートですけど、 あの、日経平均とニューヨークのダウ平均ですね。軸が右軸で一つなんですよ。メモリを変えてるわけじゃないです。全く同じです。つまり、今2万8000円、アメリカ3万5000ドルみたいな。全くこんな感じなんですよ。だから、 直近では離れちゃってます。置いてかれちゃってますよ。まあ、ここもちょっと重要ではあるんだけど、長い目で見たらほぼ同じじゃないのっていう。いや、どこをどう見るかで違います。結局最初の頃はですね、70年代から80年代の狂乱日本のバブルがいかにひどかったかってことですね。これ見るとすごくよくわかると思うんです。だからその行き過ぎたバブルが是正されて修正されるには、それほど、つまり世界最大のバブルだったと思うんですよ、これ。 だから、こんだけ離れちゃって、アメリカ株がスタンダードだとすると、そこからこんだけ離れちゃいました。それを修正するのに、平成の30年間かかりました。いや、でもそれは嘘ですと。失われた30年っていうのは嘘で、平成30年間のうち、最初の15年間は確かに昭和末期のバブルの生産で使ったんですけど、それは2003年ですね。ここです。今、これ矢印がね、見えてますか あのー、ここでニューヨークダウとぴったり一緒になってるでしょ。この時って、えぇ、ー、リソナ銀行への公的資金注入ですね。つまり80年代バブルの生産で90年代ずっと使った平成の最初の15年間。これちなみに平成15年です、ここ。2003年というのは平成15年なんですけど、平成元年が1989年、えぇ、ー、38,915円のピークつけたのが平成元年の始まりで、 そこからバブル崩壊が始まってくるわけですけど、その前半っていうのはほとんど不良再建処理に使わずされた15年だと。でもそれがここで終わって、その後リーマンショック前っていうのはアメリカ株以上に上がるんですね。で、リーマンショックでアメリカ株以上に下がり、またここでダウンに一致します。で、そこから、 まあ、あの、もう一回戻り始めるわけですけど、リーマン後の復活なんですが、日本は東日本大震災で一回出遅れちゃいます。でもその後、アベノミクス相場のスタートでキャッチアップして、以降は大体アメリカ株と同じと。まあ、こういうようなのはね、長期の あのー、ストーリーで、今の長期の位置づけで、今日本株っていうのはどのような経緯を辿ってきて、今どういう位置づけにあるのか、あのー、80年代に起きたバブル、不動産バブル、 そしてその崩壊、それを乗り越えた生産を終えて、バリエーションがすごい正常化した状況だとか、そういうようなのをこう長期のストーリーで掴んでもらうためにはこういうような話もしますし、あるいはまあもうちょっと中期的な話としては、まあこういうように日経平均株価っていうのはオレンジ色の EPS、えー、利益の伸びにだいたいこう、 同じようなトレンドで上がってきてるんだと。これが、まあ、中期的な話であります。で、結局、その、企業業績っていうのは、増益とか減益とかあるけれども、結局はもう増え続けていくっていうトレンドがあり、まあ、これが、まあ、あの、中期の、あの、日本株の話ですね。ただ、ここ、こう、こういったことが今後も期待できるのか、あるいはそれの問題点は何かとか、まあ、そういうようなのが多分、中期的な、 日本株の話ということになります。で、それを、まあ、あの、後半では、いろいろお話しさせていただきますけれども、じゃ短期的な話とは何かっていうと、こういうようなことです。つまり今見た中期のトレンドがある。例えば、利益の増加トレンドとか、企業業績のもと、あの、企業価値を測る元になる企業業績の増加トレンドみたいなね。 こういう基調が右肩上がりで上がっていくわけですけど、当然株価っていうのはその周りを上に触れることもあれば下に触れることもある。他の要因でいろんなその企業価値以外の、ま,あ、まさにこれはセンチメントっていうことだし、それを表すにはじゃバリエーションって言ってもいいかもしれませんけれども、そういうことで上下度を繰り返すわけですよね。そうするとじゃあ、 例えば今年の日経平均はどうなりますかって言ったら、まさにこの赤い点線で囲った、こういうとこしかフォーカスしないわけですよ。基調的な日本企業の、その企業価値向上のトレンドが落ちてるのか、あるいは傾いてるのか、低下してるのか、あるいは上振れて加速していくのかとか、そういう話を抜きにして、今ある、その、まあ、 瞬間的なスナップショットのその企業価値に対して今マーケットのバリエーションが下振れたものが上に上がるとかあるいは上に振れてるものがこうもう一回シュリンクしていくとかってここしか語らないっていうのが今年の日経平均どうなりますかみたいな世界なわけですねだとするとこういうようなバリエーションに影響を与える要因って何なんですかとかそういう話をしちゃうすると例えば今年の日経平均はどうなりますみたいな話に <laughs> 終始してしまうので、まあ、あの、その時々の、そのマーケットのバリエーションに影響を与える話をする。30分でするとすればそれになってしまう。だからまあ、それが、あの、感謝デーで、あの、インフレの話に終始したってのは、まあ、そういうようなことなんですけどね。まあ、ここが、まあ、前振りというか、 話の構成を分かってもらう上で、まあこういうようなことをしたわけ、あの話したわけですけど、まあそれはこれで言うと、じゃあ今年はどういうようなことになるかというと、まさにここで書いたように、一回下に持ってかれたバリューションが上に触れるだろうというのが僕のビューで、 それがこの日経平均3万7千円だっていうような話なんですね。今言った、その、今ここの前のスライダーで見せたこの矢印のライン。これは多分、まあ、あの、人によってそんな変わりはないです。 あの、コンセンサスとしては、もう来期の業績が出てくるときにはおそらく EPS2400 円前後。もちろんこれはもうブレますけども、ただだいたいこんなようなところは人によって変わんないでしょ問題はこれを何倍で評価してやるんですかっていうところは変わるだけです。つまり、この細い線がどこまで戻るんですかっていう人によってそれだけの差なんだと思うんですよ。で、今みんな PE が13倍とか14倍しかせいぜいそのぐらいしか想定してないのが、 だから、まあ、あの、今年の高値3万1千円だ、3万2千円0だっ,つってのはそういうようなことですね。バリエーションが戻らない。今のまんまっていうので、みんながそういう予想して。僕はバリエーションが戻るだろうと。過去平均並みの15倍今日のところまで戻るだろうと。戻れば3万7千円だって言ってるわけです。というのは、今いろんなことがあって、例えばウクライナの問題がある。 あるいはウクライナ問題の前から続いてきたコロナだとか、いろんなことがあっても、やっぱりセンチメントがすごい悪化しちゃって、まあ、あとはその FRB の金融引き締めだとか、いろんなことの要因で、まあ、あの、バリエーションが低下しちゃってるんで、それがもう戻らないままで、この業績を元に予想したら3万2000円とか、そんなような1000円とか、そんなもんにしかならないんですよね。 だからまあ僕が戻るだろうと思っていて、その最たるものは多分コロナが <laughs> 今年どっかでまあ収束すると。まあもうかなり収束しかかってますけれども、まああの、いろいろ波はね、繰り返し起きてるんだけど、それに対してなんかやはりこう、だいぶ慣れてきてる部分がありますよね。まあワクチン接種の進み、まあ日本は遅いですけど、 ま、それでも、まあ、あの、大体その国として制御可能な状況になってきてないでしょうか。今回も結局緊急事態宣言というのには至らず、まん延防止等重点措置で終わっていて、それが全部解除に今なっているし、 ま、こういうようなことを先進国みんなあの、コロナ対策として、ウィズコロナっていうのがだんだんこう進んでいくと、もうその過去2年間で我々がすっごい苦しんできた、このコロナっていうものも乗り越えられるっていうのが多分もうわかる年に今年はなるだろうと。まあ、まだ3ヶ月しか経ってないですよ、今年は。そうすると今年、2022年を通じてね、コロナっていうものを克服する世界が、 そういう年になるんじゃないか。これはね、もうそれだけで祝祭的な、あの、状況じゃないでしょうか。これほど喜ばしいことってないんじゃないでしょうか。世界でみんながこう苦しんできたコロナを今年乗り越える、そういう年になるんだってことになればね。それだけで多分バリエーションの改善っていうのは相当大きなことになるだろうと思います。アメリカの利上げ。えー、3回までなら大丈夫。だけどそれ以上やったらこ、この焦げちゃうよ。 っていうのがアメリカのことわざで、The Three Steps and the s t u m b l e っていうんですけども、まあ、あの、過去を見るとそれどこじゃないと。えー、2004年からの売上げは、連続17回 FOMC で利上げしても株が崩れなかった。直近では2015年に1回上げ、その1年後から2016年の末から段階的に上げていった利上げでも、8回、 前の利上げで大きく崩れたけれども、それまでは全然株が右肩上がりだったと。利上げそのものは株高を阻止するようにならないよっていうのは過去の状況で明らかなんだけど、いやいや、今回は違うんだと。今回はインフレーションというものがあ,るありますよねと。で、これがあるがゆえに、そのインフレを抑えるため FRB が、 金融引き締めをすごく強固に行い、行い、それはもう景気を犠牲にしてでもですね、インフレ退場のためには利上げに突き進んでいくと。で、そうなるがゆえにですね、あの、景気はすごいこうオーバーヒル。 悪化す、あの、まあ、下手するとリセッションにもなるかもしれないと。それでいて、じゃあインフレが抑えられる保証はないわけです。例えば、その、ウクライナ危機によるような供給制約は、これ FRB が金融を引き締めたからって、戦争によって原油価格がこう、上がっているものを抑えられないよね、ということになるので、インフレと、ま、景気悪化の同時進行、いわゆるスタグフレーションみたいなものに、 なるんじゃないか。なんていうですね。え心配も出てるわけですけれども、まあ、それにはならないだろうと思います。というか、まあ、僕は、あの、このインフレっていうのが最大のリスクだっていうのを、この去年出した本を書いたのは、要は一昨年の秋ですから、その時から、まあ、こういうインフレによって FRB のスタンスがこう変化するっていうね、要はまあ、この当時は、 ジャブジャブの金融緩和だったわけだけども、そっから、まあ、FRB のスタンスが急激に高波に変わるとかね。まあ、そんなのが最大のリスクだよっていうことで、この時から言ってたんで、もう今更ですね、こういう話には、もうちょっと飽き飽きしてるんですよね。なので、まあ、これは自分が、 ひねくれもんだからっていうこともあるけど、ひねくれもんだからってわけじゃなくて、あの、ハワード・マークスっていうオークツリー・キャピタルの、えー、創設者の、まあ、投資で一番大切な20の教えって本が今から数年前に出て、まあ、これはあの、すごくいい本なんで、ぜひ、ね、あの、ウォーレン・バフェットがバークシャーの株主総会に来てくれた人にみんなこの本配ったっていうぐらいにいい本なんで、ウォーレン・バフェットがね、 ハワードマークスの投資レターをまっすぐに読むっていうぐらいのあの、投資の賢人が尊敬する投資の賢人なんで、で、そのハワードマークスのこの本の第一章、一発目に書いてあるのは、この二次的思考をめぐらすって話なんですよ。要は一次的思考ってのはもう単純だから、誰もが同じように考えて、みんなが同じようなことに。 な結論になっちゃう。で、それじゃダメだよねって話で。で、その一時的思考ってのはどういうもんですかっていうと、ハードマークスが上げてるのは、インフレになって、景気が悪化して、ああ、これじゃダメだ、株を売ろう。これが一時的思考ですって、本当に書いてあるんですよで。今と同じじゃないかってね。で、これ、あまりにもこういう考え方って、短絡的。短絡的ってのは、要はもう一方通行ってことですよ。 左から右にしか動いてないよね、と、この考え方が。4万がそんな単純じゃなくて、当然逆方向へのそのフィードバックっていうのが起こるじゃないのと。つまり、インフレが収まらないわけじゃなくて、金融を引き締めれば当然、まあ、需要も抑制するわけですよ、いくつかは。し少しのね、少しの、あの、ある部分のね。 だとすれば、その、当然そういったところのインフレ抑制にも金融引き締めは効くし、それから景気がまあ悪化していくフェドが引き締めればね。で、それの景気悪化は結局需要を減退させてインフレを抑えるわけですね。で、インフレの更新自体が実質化処分所得の低下を通じて、あの、あの当然需要を抑えていくわけですね。 なので、インフレは結局収まってくるわけです。でもって言ってしまうと、インフレが、その、いつ収まるかっていう議論と、インフレ懸念がいつ収まるかって、これ別の話なんですね。インフレってのは収まらないんですよ。あのー、っていうのは、物価が上がるってのは当たり前なんですよ、世界では。日本だけはずっと上がんないから、なんか物価上昇っていう。 いうのと、インフレーションっていうものの、その、感覚がちょっと得られないんですけれども、あのー、当たり前のように、アメリカで言えば家賃なんか、こう、上がっていくわけですね。だからもう契約って言ったらすっごい短期契約しかないんですよ。こ <laughs> んな長い契約なんかできなくて、貸す方も。で、借りる方も当然短期だから、コロ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 、こう、 引っ越しとかね、えー、転居したりするっていうような状況になったりしていて。で、あのー、だから物価が上がること自体はいいと。だから上がりすぎちゃおかしい。で、今それこそ CPI なんか40年ぶりの上昇率とかってそういうのが問題になってるんですけど、<laughs> ここへ来てね、 ようやく、こう、沈静化の兆しが、こう原料価格なんかに出出してたんですよ。ちょっと前まで。今年のこれ1月の話ですけどね。そこからまた、あの、直近も、あの、結局はもうエネルギーだけです、今上がってるのは。で、そういうエネルギーとか食品とか除くコアのところはもうほとんど横ばいになってきてるんですね。こういったところは。 CPI が、まあ、この間7.9、もうおそらくもう1回、次に出てくるので8%超えるでしょう。だけど、それっていうのはほとんどエネルギーですから、そういったものが上がってるんですね。で、これ、CPI の構成を見ると、エネルギーってね、全体で7%しかないんですよ。そのうちガソリンの価格って3%ぐらいしかないわけですね。なので、あの大半は何かっていうと、住居費です。 あのー、ここで書いてあるシェルターってやつですね。で、あのー、特に貴族家賃とか、こういったのが CPI の構成費で大きいわけです。で、ここへ来て、そのインフレっていうのはもう強烈に高まってるように見えますが、二つ特殊要因があります。一つは、もちろんウクライナの危機ですね。 でこれによって、その、資源価格、原油価格とかがすごく上がって、まあ今ここで見て,見てる、あの、この間の CPI が上がったうちのほとんどがですね、これガソリンが前月比で6.6%上がってるんですよ。で、これはすごくその、アメリカの消費者物価指数を急騰させた原因で、まあこれは多分また来月出てくる CPI にもこの影響残りますから、 あの、一層原油価格の上昇っていうのはまあ3月に続いてるんで、ただ原油もね、後で触れますけど、いいとこまで来てるんで、これ多分剥落するでしょう。もうちょっとど、どっちにしろその、ロシアとウクライナの停戦があればですね、戦時プレミアムが剥落するので、原油価格もそこでピークアウトということになると、その、結局、インフレ率って言ったときに、それは、 変化率なので、物価水準とかっていう話じゃないんですね。物価水準は多分高止まりするでしょう。それからまあ物価上昇率もまあもちろんさっき言ったように上がっていくのが当たり前だから。問題は異常に高いインフレ率、すなわち変化率っていうのがどっかで終わりが来るよね。っていうのはまあ一つ原油価格について言えば、ああ、ガソリンなんかのような価格で言えば原油価格がピークアウトすれば、その異常に高いっていうところは終わってくるわけです。 で、その前から続いているコロナによる供給制これも、後でもう一回申し上げますけども、あの、だいぶ落ち着いてきたところは。そうするとですね、結局元を正すと何が原因かっていうと、この貴族家賃のところなんですよね。これがもう前から、要は、当然ウクライナの前、その前のそのパンデミックの前、 もう2015、年ぐらいから、いわゆる不動産価格の上昇っていうのはずっと続いて、家賃がずっと上がって、もう都市部に住めない人が、まあそれこそあの、オーストラリアなんかもそうですけど、シドニーの周りで住めない人がね、もうオーストラリアの連銀の前にテント張って抗議のームレスでみんなそんなところで、 いるとか、そういうのがずっと伝えられてるぐらい、これもまた日本にいるとそういうのがないからわかんないんだけど、世界的な住居価格の、あの、高騰っていうのはずっと問題だったわけですね。これはもちろん金余りなんですよ。異常な金融緩和をずっとリーマンショック後、金融危機器をやってきたてので、そういったのが結局金余りがもう世界の不動産、不動産に流れ、 不動産価格が上がり、住宅価格が上がり、家賃が上がり、それが根っこのインフレをずっと高めるってことでやってきてるわけですね。で、ここへ来てようやくその FRB が、まあ、歴史的な、その、利上げに、あの、もう一回動くわけじゃないですか。で、あるとすると、その、こういったものっていうのは当然、ある意味伝統的な、ああ、もので、 今回の戦争による、こう、インフレだとか、あるいはコロナ、パンデミックによる供給制約によるインフレだとかっていうのは違う部分の、本当に金余りで不動産バブルが起きて、家賃が上がっているっていうところを、じゃあ金融を引き締めることによって抑制しに行きますよっていう伝統的な政策が、まあ十分機能する余地があるわけですよね。とするとで、やっぱりインフレもどっかで収まってくるっていうふうに考えられるということです。 で、これはこの間あの申し立てで言った、原油が今行き過ぎてるんだよっていうことを指摘して、まあ、その日の夜に急落と、まあ、久しぶりにドンピシェで当たって気持ちよかったんですけども、これ要は、原油もその、ロシアをスイフトから排除するっていうニュースが出た瞬間、段階で、すべての一番悪い状況を織り込んでますから。 これ以上悪いことってもう出ようがないんですよね。ここから本当に受給の緩む話しか出てこないですから、たぶん僕はこの上髭であのピークアウトだと思いますけどもね。これは本当戦争終わるとなればプレミアムの迫落でもっとこれが顕著になってくると思います。あともう一つはベース効果ですね。もうすでにた高くなっちゃってるんで、 これはあの、2021年から急激に CPI なんか高くなったので、そのトレンドをですね、そのまま引っ張ると、ま、こういう回帰直線が引けるわけで、え、これオレンジのところがそのままトレンドを引っ張ったものです。そうすると、もう前年比が高くなってるので、そっから比べた前年同月比っていうものは、上昇率がもう、ゆるや、あの、山を打ってピークをつけて、そっからはもう横ばいで、それ以上高くならないと。 いうような状況になっていく。で、ね、こうなると、インフレは、物価上昇っていうのは収まらないんですよ。続いていくんです。でも、インフレ懸念は抑えられるでしょう。もう一回、その、どこまで高くなっちゃうんだろうと、抑制できないんじゃないかっていう不安は、これでなくなっていくわけですから。そして、まあ、最後、そのコロナがだいぶ収まってきたよねっていうことなので、アメリカの雇用者数は、コロナで ズドンと減る前のピークにほぼ戻ってますということもあって、平均受給がですね、横ばい、前月比横ばいでした。つまりもう高い賃金を掲げて人を集める必要がないっていうぐらいに、人手不足っていうのはもしかしたら解消してるんじゃないかなっていうね。まあ実際雇用者数が過去最大に並ぶとこまで戻り、受、えー、給ももう上がってない。 ということこを考えるおそらく賃金インフレうなうなと思いますそうなれば、まあ分かりませんが、ウクライナの停戦がどこかであり原油、プレミアムが剥落した原油価格がピークアウトする、まあ、そういう意味で資源、コモディティなんかの直近の異常事態によるインフレの助長っていうのが一山超える、それからもう一つの異常事態だったコロナによる供給制約、人手不足も解消され、賃金インフレもピークを超える。 そうなると、そういうウクライナ危機、それからパンデミックっていう二つの異常事態を除いた根っこの根幹部分の金余りによるインフレ、不動、特に不動産が引っ張ったインフレっていうところに対しては、伝統的な金融引き締めっていう政策で対応可能だろうというのが見えてくるんじゃないかなと。 そうなった場合にですね、おそらく夏ぐらいにそういうコンセンサスが広がればね、一回7月で、えー、フェドを利上げを、まあ、停止という可能性もあるんじゃないかなと。特に秋11月に中間選挙を控えてます。その直前の9月に利上げしますかとあるいはま、9月までやったとしても11月の中間選挙はさすがに見送るんじゃないかなということになると、せいぜいそのぐらいまでで、 利上げが FRB の金融緩和がどん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 厳しくなるっていうのもですね、まあなくなっていくんじゃないかなっていうふうに思います。というのがまあインフレのお話です。ちょっと注意点としてはですね、まあアメリカのバリエーションが今高いっていうのがまあ,あ注意点かなとお。金利がここまで上がってしまうと <laughs>、 ユールドスプレッドが、まあ、かなり下がり、まあ、ここまで低いとですね、この株高をジャスティファイできないんですよね。で、当然その金融を正常化する、まあ、先ほどその金融が正常化するっていうことに向かって、まあ、インフレが収まってくるからという話をしたんですけれども、当然そうなると、こう、PR の水準っていうのは、まあ、こう、それに見合った、 まあ金利がまあ2%超えている時の PR の水準というのはさすがに18倍ぐらいが上限なのでね。これはやはりコロナで金利がもう異常なぐらいに下がった。その低金利が生んだ、まさにコロナバブルでの PR20 倍台だったんだと、こう今から振り返ってみればこう見えるわけでして。で、金利がまあ正常化する。 えー2、2%超えて2.5だとか、そんなようなことになれば PR せいぜい上限18倍ぐらいだろうと思うので、まあ調整の可能性がありますよというのには注意してほしいなと思います。ただし、今もその、アメリカのその、金利先物を見ると、 2年、10年で逆転しちゃってるんですよね。リバーサルの状況になっちゃってるんで、もう相当程度ですね、アメリカの金利上昇っていうのは折り込んでるんですね。あの、ここまで早いやっぱり折り込みが進んだ。普通はもっと利上げが進むように、進んでいくに、なってですね、こういう、 あの、金利の、まあ、逆転現象っていうね、長短金利の逆転現象っていうのは起こるんですけど、もう早くも起こっちゃってる状況ですから、まあ5年10年なんていうのは今の現物でも逆転してますから、まあ、2年10年とかは1年先の先物ではもう特に逆転するとかね。 なってるので、ある意味もう折り込みが進みすぎていて、これ以上金利が上がらないっていう可能性がある。だから、まあ、あの、さっきのイールドスプレッドなんかも、足元で言えばちょっと行き過ぎというか、プレミアムがなくなりすぎですけれども、こう考えるとマーケットは、あの、もう金利上昇の終わりみたいな見始めてる可能性がありますよねで。もしもそうだとすると、さっきの話、夏ぐらいには、 インフレも抑制可能じゃないかっていう見通しが出て、FRB の金融引き締めも、もうそれ以上ガンガンやる必要はないよみたいな機運になり、です。で、それをそ、とっくに先走って折り込んじゃってる金融、金融のマーケットでは金利がもう上がらなくて、みたいな世界になってくると、これはもう株ももう一巡全部したよねってことで、もう一回、 まあグロースなんかを中心に上がり始める可能性がある。で、そのタイミングでアメリカ中間選挙を送る。アメリカの中間選挙の年って毎年パフォーマンスが悪いんです。悪いんだけど、それは中間選挙の前までで、実際中間選挙の直前、10月ぐらいからパフォーマンスがぐっと良くなるんですね。これ過去10年間の 中間選挙の年の月別のおニューヨークダウンのリターンなんですがあ、10月、11月すごくいいんですで。これがいい理由は、その大統領就任3年目のパフォーマンスがやっぱり一番いいわけです。中間選挙が終わり。で、中間選挙で大会、大会負けますから、与党の方が。そうすると、まあ翌年に控えた大統領選で絶対勝たなきゃいけないっていうんで政策の大盤振る舞いが出たり。 するので、3年目のパフォーマンスがすごいんですよね。それをもう先取りする形で、2年目の秋、中間選挙のぐらいから、バーっと株が走り始めると。 いうこともあって。まあ、今年を俯瞰、あのー、この後展望してみればね。まあまだその3ヶ月経ったところでこれだけ波乱がいろいろなことが出ましたから、ここから全部それは回収していくタイミングに入ってくると思うんですよね。で、さっき言ったようにインフレ懸念というのも収まり。インフレ懸念さえ収まればフェドのタイトニングもそんな厳しいものにならないという見方が夏ぐらいには出始めて。 で、それで中間選挙のタイミングでもう一回株が走り始めて、3年目のベストのパフォーマンスに向かっていくということがあれば、まあ今年のバリエーション改善で日経平均3万7千円っていうのもね、あながちおかしなストーリーではないでしょうというお話です。で、 まあ、ここからちょっと中期的な話なんですけれど、まあ、リスクっていうことで言えば、まあ、なんと言ってもやっぱり自然災害ですかねっていう、これに尽きるかなと。まあ、今年は特にね、<laughs> 地震がものすごい頻発して、まあ、火山の噴火もそうですけれど、あの、改めてやはり我々、その、火山大国、地震大国に暮らしてるんだなっていうのを、 まあ実感しますよね。あの、本当に去年の暮れに日本沈没なんていうね、ドラマやってましたけど、まあ、その脅威をね、まざまざと感じるようなのがもう直近も起きてますからね。だらいつも、いつでもやっぱりこういうようなことが起きてもおかしくないっていうね、あの、 ことを頭の中に入れておくというのは、まあ、本当にこれはもう、相場だけではないですけどもね、と思います。もう一つはですね、ウクライナで連想されるのが台湾の融資だろうと、えー、アメリカの司令官は、 6年以内に中国が台湾に進行するだろうとは言ってます。ただ今回のことで中国習近平氏がどう思ったかですね。これだけの経済制裁とか世界の批判とか、いろいろなことがあるわけでして。で、まあ、あとやっぱ常識的に考えて常、常識的というか、陸続きのところをこう攻めに行ったロシアのウクライナ侵攻と、やっぱ台湾のような その、島を攻めるには、陸続きじゃないのを攻めるにはどうするかっていう話で、ここがやっぱりすっごい難しいだろうということですよね。まあでも仮に台湾を攻めるとなると尖閣なんかも全部っ一色たでしょうからね、同じ話だと思うんで、ということです。で、これふと見るとね、あのー、 我々の位置しているこの東アジアって結局中国があり、北朝鮮があり、ロシアがありという。これ本当にそのそ、そ、こと全部こう接してるわけですよね。海一つ挟んで。もうみんな。この狭い日本海の向こうにはロシア、北朝鮮、中国ってなるわけです。これ地政学リスク考えると、 なんかとんでもない国に接してるんだね、我々はって改めてですね、思うわけですね。で、今、ものすごい円安が進んでます。まあもちろんその、今は金利差の話であり、今日日銀の差し直べとか、まあいろんなのもあり、125円までつけました。ただ、今までは、有事の円買いって言って、リスクオフで円に巻き戻るっていうのがありました。今回全然逆ですよね。 っていうのはやっぱりこういうこと、日本って全然安全じゃないじゃないのっていうことをですね、まざまざとやっぱり今回のウクライナ危機で、この地政学をこう眺めた時にね、次は中国の問題があり、北朝鮮は相変わらずミサイルをボンボンボンぶっ放してるし、ロシアもまあもう一回ロシア帝国の野望ということであれば、 まあ次は北海道かみたいな話まで出てるわけですね。まあこんなのも現実的にありえないですけどね。まあロシアの兵力とか、えー、ことを考えると、まあそんなのはないんですけれど、連想ゲームとしてはですね、やっぱりこういった地政学のポジションっていうのは、日本の縁を売るね、材料に一つはなってんのかなっていう気はしますけどね。まあそれ以前にやっぱり問題はですね、今回のコロナ、 いや、いろんなものが売り出した日本のこういう機能不全、まあ、ありとあらゆるものが劣化していってるな、ということですね。まあ、本当にちょっと上げるとね、きりがないんですけど、まあ、こういうようなことから日本が、まあ、さっきの日本沈没じゃないですけど、日本 日本がどん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 ですね、プレゼンスが落ちている。えー、MSCI のインデックスの中から日本企業がどん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 外されるのがもう増えてるわけですね。えー、日本離れが止まらないというようなあ状況であります。ただ、このまんまじゃないだろうなと思う。 おりましてで逆に言えばあの、この間のお客様感謝デーで言ったのはですね、逆転の発想で、やっぱり日本がこれだけダメなところがあるっていうのは、それを是正すればね、あるいは是正する余地が大きいと、伸びしろが大きいっていう風に見ようよと。今足りないものがすごくいっぱいあるんだけど、じゃあ逆にそこを埋めていけばいいじゃないかと。 またね、日本外が復活する可能性っていうのは十分あるだろうと。で、その株価っていうのは長期で上がっていくんだっていう話を、まあ冒頭のね、アメリカ株に今キャッチアップしてるんだよって話をしてますが、まあそれをこう裏付けるような、その長期的にその株価が上がる原動力となるものは何だろうかって考えたときに、まあこれぐらいのテーマがこう、 あげられるわけです。順番にちょっとじゃあお話ししていきましょうか。<laughs> ESG の大ブームがまあ今来てるわけですけれども、あの、ま、いろいろ問題なしとはしませんが、あの、実際日本のマーケットどうなってるかっていうとですね、これ温暖化ガスの排出量っていうのは開示、企業の開示がだいぶ進んでいて、<laughs> 今どうだろう、これユニバースで350種ぐらいだったかな、 350社ぐらいは過去5年分ぐらい、あの、温暖化ガスの排出量のデータが取れるんですよね。リフィニティブから取ったんですけれども。えっと、その企業別の温暖化ガスをその企業の特性に回帰させましたと。えー、時価総額のコントロール。これはコントロール変数とし,して入れてるんですけど、やっぱり時価総額が大きいほど温暖化ガス排出量が大きい。当たり前の効果ですね。当たり前です。 その絶対的な量でやってるので、まあ大企業ほどやっぱりその活動が大きいので、えー、排出量も大きいわけです。ですからこれはまあ当然の効果で、まあそういう自家総額の効果はここで見た上で、えー、要はそれはコントロールした上で、自家総額っていうのを規模の大小による効果っていうのはもうここで全部吸わせちゃってるから、ここで見た上で、かつ、 他でどういう効果があるかっていうと、PBR や PR のバリエーションはマイナスに出ています。すなわち温暖化ガス排出量が高い企業ほど PBR が低い、PR が低い、すなわちバリエーションが低く評価されているっていう傾向が優位に、これは星印がついてるっていうのは統計的に有意だということですけど、有意に 示されています。一方、資本コストはプラス。これも優位にプラス。すなわち、それだけ高い資本コストをマーケットが要求しています。その部分、株価がディスカウントされて割安になっています。要は、PBR、PR が低いってことと、資本コストが高いってことは、表裏一体で同じ関係にあるわけで。すなわち、え、排出ガスの、あの、温暖化ガスの排出量が多い企業ほど、今、株価が安いんですよと。 そのためにということが統計的に言える。じゃあ、そういう企業が、じゃあ、排出ガスを減らしたら、資本コストが低下し、PBR なんとかのバリエーションが上がるっていうことじゃないのというのが示唆されてるんですね。ここで、その可能性が十分あるよということですから。 まあ、あの、これに注目するっていうのは一つかなと。まあ、あとはシンプルに、まあ、こういう、その、脱炭素の有望メガネとしてあげたのはま、まあ、IHI、まあ、昔のね、IH っていうのは石川島ハリム、インダストリーね、石ハリですよね。まあ、でもこれは別に IHI だけじゃなくて、あとは川中とか水素のね、やっぱり水素船、水素を運ぶ船とか、あとは今日の日経出てましたけど、三菱重工。 まあこの辺のところは結局水素絡みですね。別に水素での、その、キーワードは全部水素ですね。この辺のところ、重工関係。IHI でもいいし、川中から三菱重工でもみんないいですけども、そういうような水素タービンの技術。まあ、あと、中療圏とか、あトヨエンジニアリングとか、まあ、こういうようなところは、まあ、あのー、今、まあ、今日の日経で出てて、その LNG のところが、 天然ガスとかあそのプラントへのやっぱり引きがねでかいと思いますね天然ガスっていうのはやっぱりその脱炭素の中で今の既存のエネルギーの中で一番その CO2 排出が少ないっていうこともあってやっぱり天然ガスプラントの需要っていうのはまだまだ強いっていうことでそういったところもやっぱ中堅とかこういうようなプラントエンジニアリング会社 あの、に優位に働くでしょうし、あとこう、ちょっと全然そういうプラントとは関係ないですが、日本製鉄は、あの、機密の製鉄場の中で、やっぱり水素でを使って製鉄をするというね、技術の研究なんかもありますし、この辺のとか日本のね、メーカーが新しいこういう、 水素技術で、あの、脱炭素時代のリーダーになっていくっていうのが期待できるんじゃないかなと思います。 もう一つやっぱりこう今言ったそのテクノロジーね今はその環境関連のテクノロジーの話をしましたがそれだけじゃなくて一般的なテクノロジーがもうこのエクスポネンシャルに指数関数的に増えていくんだとまあ例えば空飛ぶ車なんていうのはだいぶいろんなところで目立つようになりましたけどもこれちょっとやっぱり古いですが直近ではあの大阪の万博でいよいよこの空飛ぶ車が実用化っていうね話まで出るぐらいにいろんなところでこう 新しいテクノロジーが花を咲かせていくでしょう。それに伴って、やっぱりどうしてもその繰り返し言ってますけど、半導体のような電子部品っていうのがそういうテクノロジー面では一番日本企業ではね、なんかすごい技術を作るんだっていうより、それを裏で支える黒子としてのそういう電子部品のニーズっていうのは落ちないんじゃないかなっていう気がします。 まあ一つに、まあ、その社会のそういう進展で、今その DX、デジタルトランスフォーメーションっていうのはしきりに言われてますが、じゃあそれって、あの、もう何でもかんでも DX だって話なんだけど、 実はそうじゃないんじゃないかっていうか、もっとこう、明確になんか区切る方法はないのかっていうので、これは僕は、証券アナリストジャーナルに出した論文なんですけど、DX と企業価値っていうものをどうやって測るかっていうことで、まあ、DX を進めてる会社はおそらく、まあ、例えば単純に考えてソフトウェアとかね、そういったものをたくさん有しているだろうと、 いうことで、ソフトウェアっていうのはもちろん無形資産の代表ですけれど、その他、まあ、分類されない無形固定資産であるとか、あるいは、SGA ってな何かっていうと、これは、あの、一般販管費ですね。あの、日本語で言うと、販管費に当たるものです。で、販管費ってのは何かっていうと、実はこれが、 あの、マーケティング費用とか、広告費とか、いろんなところに全部ここに入っているので、そういう企業のブランドを、うん、保つための費用でありで、これが組織資本として、あの、の代理指標として使うっていうのが一つ、まあ、会計学なんかのアプローチとしてすごいポピュラーなんですね。だから組織資本の代理、あの、代理変数。 人的資本としては、これは人件費を使ってるんですけど、まあ人的資本であり、RDC っていうのは、あ アラン、あの、リサーチデベロップメント、研究開発費のキャピタル化したもの、研究開発資本ですね。でこれらがみんな、あの、優位に、翌年度の株価にプラスに効いてるということなので、これ無形資産っていうのは、まあ、DX の代理指標としてですね、まあ、こういったものが多い企業っていうのは、あの、株価が上がる傾向にあると。えー、それは DX を 推進してるからであるということにもつながってるかなと。まあ、これで実証してるということになります。で、特にちょっとやっぱりここでね、注目したいのは、あの、無形資産の中でも人的資本ですね。これ、岸田さんがですね、文春に出した、あの、寄稿した論文の中で、私が目指す新しい資本主義のグランドデザインっていう論文の中で、こう言ってるんですね。 コストじゃなくて未来の投資なんだと。で、これはまあ僕が申し立てでいろいろ岸田さん批判してるしたんだけど、新しい資本主義って何だよみたいなこと言ってたけど、その中でこの部分だけはまあアグリーだよと言ったのは、まあ、あの、費用としての人件費から資産としての人的投資、人的資本として考えようよと。 で、特に、この真ん中のとこで、人的投資は単年度で見るとコストだと。だけど、長期で見ると、それが企業のそう価値創造に貢献してるんだっていうことをね、岸田さん言ってんだけど、俺何の根拠があってそんなこと言えるんだろうと思ったんだけど、僕測ってみると、実証すると実際その通りなんですね。で、これは、あの、まあ、さっきの、 えー、商品アナリストジャーナルでは人的資本が企業のリターンと性の関係があると言ったんですが、もっとね、細かく産業別に見てみようということで、あんまり細かくやっちゃうとサンプルが少なくなるんで、まあ、せいぜいこのぐらいの分類しかできないんですが製造業、非製造業で、まあ、素材とか加工組み立てとか、まあ、この5つのグループに分けてですね、 あの、リターンとの関係を見ると、えー、まあ、上の3つはベータ、時価総額、バリューっていう、これコントロール変数なんで、まあ、そういったものをコントロールした上で、ね、だから単純にそういったものに引っ張られてないよと、そういう効果を除いた上で、純粋に人的資本がどう効いてるかっていうのを調べましたって。で、上から4つ目のこのボールド、ちょっと黒字になってるところですね。これを見てもらうと、 加工組み立て業が圧倒的に係数も高く星がついていて優位にその人的資本と株価の関係があるよと他のところはちょっとはっきり言ってよくわかりませんぜっていう世界なんですよ。でもこの加工組み立て、まあ要はまさに自動車とか電気とか機械とかね、まあ まあ、トヨタだ、ソニーだ、パナソニックだっていう、キーエンスだっていう、もう我が国を代表するリーディング産業がここにあるわけですね。そういうようなところは当然優秀な人がいて、人的資本がいて、株価が高くなるんだよって、まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、そういうのが実証として、数値として、まあ、あの、表すことができましたっていうことなんですね。で、 あのー、ちょっとここから難しくなりますが、生産関数っていうものを推計しましたと。えー、生産関数はコブダグラス型の生産関数っていうのは、あのー、一般的なんですけど、経済学で。えー、それは、まあ、あのー、生産要素としては、資本ストックと労働なんですね。まあ、ここでいう K っていうのは、ま、資本ストック。 K.I. いうのは、あの、さっきから出てますけど、あの、無形固定資産です。で、それと L っていうのが、あの、労働、レイバーなんですね。で、その資本と労働に加えて、この最後の LNHC、Human c a p i t これ加えて、だから単純な労働というのは労働を投入量ですから。それと人的資本は違いますと。人的資本はこれ実は費用をキャピタル化して、 あの人件費をキャピタル化してるんで、労働投入量とは別の変数なんで、これを使ってですね、生産関数どれだけ付加価値に貢献してるかっていうのを見たところ、やっぱり加工組み立てが一番大きいんですね。で、まあ次は生活関連が続き、非製造業はまあ労働集約型みたいな。まあこういうようなことになってて、やっぱりそのなんで、 加工組み立ての、その、さっき言った人的資本が株価との関係が高いかっていうと、実は、えー、ここでの人的資本が、付加価値の創造に貢献するからだっていうのが、この生産関数の推計でわかると。で、これっていうのは同時点なんです、ね、ある年度の付加価値の創造に人的資本が一番貢献するという。まあ、そういうような、あの、 現時点でのその関係ではそうだと。で、長期的にどうかっていうとですね、これダイナミックパネル推定っていうのをやるわけですが、これはその付加価値の累積的に及ぶ長期的効果を測定するための、まあ、あの統計手法なんですけれども、えー、まあ特徴としては非説明変数である付加価値、一番上のですね、L。 LNV っていう、まあ、あのー、対数化したバリューアデッド、付加価値のラグ項が、まあ、説明変数に入ってるっていう、まあ、そういう統計モデルなんですけども、それで見てもですね、やっぱり加工組み立てが一番、あのー、人的資本が長期的な付加価値に及ぼす効果が高いと。だから、これまさに岸田さんが言ってる通り、長期で見たら人的資本は、 あの、企業の付加価値創造に貢献してるんですよっていうのを数値で実証化したデータなんです。これ政府が買い取ってくんないかなと思ってるぐらいですけども、まあそういうような、あの、実証データなんですね。これがあるからして、えー、まあ人的資本っていうのは株価のリターンとの関係がある。 単純にそのぐるぐる回してこうでしたじゃなくて、ちゃんとその裏付けの理屈がある、理屈の証明まで知ったところで、あの人的資本が株価に効くんだよと。 いうようなことの、まあ、詳細になってるんじゃないかなと思います。じゃあ、まあ、一番肝心な、その人的資本としてはですね、どういったところがあるかっていうと、まあ、当たり前ですけど、さっき見た加工組み立てのね、まあ、こういうような会社が、やっぱり高い人的資本を有しているだろうと。まあ、こういったところは長期的に付加価値を高めていけるので、まあ、非常にマーケットから評価されますよと。 いうのが、ま、過去のデータで分かっています。から、ついこの間の、先週ですか、日経新聞で、人への投資の開示が広がってきてますよっていうような記事があったかと思いますけども、その中で挙げられてたのは、やっぱり NTT データが、まあ、どれだけね、人の研修に時間を割いてますか、とか。これも要は人的資本に投資してますってことですからね。 それから、味の素だとかあ、大日本住友製薬だとか、まあ、こういうようなところの名前が出てましたね。それから最後、あのー、この間、東証のラシ盤版でも書いたし、日経マネーでも書いたんですけど、あのー、今、東証の今度新しくプライム市場っていうのが、できます。で、 インデックスなんて別に銘柄絞ったからって関係ないんですよ。これトピックスもトピックス100も、それから ROE の高い銘柄で構成されてる JPX400 も、過去10年で見たらトピックスと全く変わらないんですよ。パフォーマンスが。だから、これ日本企業、トピックスは極績混交で、その中にはいいのも悪いのも入ってるとかじゃなくて、 いいのなんてちょっとしかないんで、もうあとはもう何をどうこう切り分けてインデックス作ったって変わんないよっていう話なんですね。僕が言いたいのは。問題は変わんなきゃいけないっていうことがポイントでして。で、今回一つ見るべきは、あの、本来ならプライムに残れない連中が計画書を出してね、適合基準 にガッツするように頑張ります。まあ、こういうようにやったら頑張りますっていうのは、計画書出してきてるとかろあるわけですで。その計画書出してきてるところの中で、あの、どういうのが優れた計画者になってるかっていうのは、あの、資本コスト経営をしっかりやりますって歌ってるところがね、 いい計画書っていう、当初からのお墨付きもらって、当初はもうですね、これ見て計画書作ってこいって、こういう、いろいろ投げ出してるらしいんですよ。持ってきた提供計画書、こんなにダメだって突き返すときに、じゃあどういうふうに書いたらいいんですかって言われるのに、じゃあこれ参考にして書いてきなさいってって出してる。それがやっぱりコーポレートガバナンスコードの中で、資本コストを把握して、 あの売ることっていうのがありましたでその資本コスト経営をねあの、やってるところはどこかっていうと、まあ、これあの別の雑誌に出した資本コストの、まあ、ロイックスプレッドっていうのがあって、それがあの優位に働くよってことなんですけど、ロイックスプレッドの大きい企業、まあこういうようなところがね、あ,のあるので、えー、一つは、 あの、ロイックですね。資本コストを上回る投下資本利益率、ROE じゃなくて、投下資本利益率を上げてるところとしては、まあ、こんな会社があるかなと思います。まあ、こういったのもね、銘柄選びの根拠として、あの、 一つの指標にね、これからなっていくと。まあ、すでにもうなってるんですけどね。これ、いいパフォーマンス出してるので、えー、こういうのも、その、目から選びの切り口にしていただければと思います。えー、ちょうど1時間、時間となりましたので、5、えー、夜連続セミナー、最終夜、あ広木隆のセミナーをこれにて終了させていただきます。えー、1時間にわたりご清聴いただきまして、どうもありがとうございました。